じゃじゃん。今日はこちらトミカ組み立てタウン全4種類を紹介するよ。で今回は前回のパトカーと救急車に続いて今回はこちらコンビニと日産 GTR。開けてみるよ。今回入ってる中身はこちら、シールの貼り方だね。完成図はこんな感じで、こちらがシールの貼り方になってるよ。中身がこちら、これが GTR だね。じゃあ早速開けてみるよ。シールがこんな感じでなっていて、これが道路だね。であとはコンビニのGTR だね。 GTR 見ていくよ。オレンジ色のメタリックボディがとってもかっこいいよね。でホイールが黒くなってるよ。でヘッドライトは白いメタリックの塗装をしてあって、反対側はこんな感じ。すごいめっちゃ光ってるね、かっこいい。シールが貼れたよ。24時間の看板があって、で中は陳列棚が並んでいて、空き缶を捨てるとこが外にあるね。でレジもちゃんとあるんだよ。で車がこんな感じ、かっこいいね。で横はこんな感じだね。3つ並ぶと結構しっかりした感じになってます。